がとう。でも他の日程もまだお待ちしてます。そう、月曜日まで、月曜日の13時まで申し込みできるので、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。お話ししましょう。いっぱいすぐ拍手しちゃった。本当にありがとうございます。でも嬉しいです。サイもすぐ拍手しちゃうんです。なんでも拍手人間拍手人間です。そう、最初にこれは伝えたいと思ってたので最初に伝えました。お話し会のことでした。以上。はいはいっていう、はい、そうですね。でもさ、今日暑かったですよね。すごく暑かったよね。そう、長袖着たんですよ。そう、着ちゃったんですよ、長袖を。寒いと思って。そう、今日暑かったよね。いや、明日って暑いのかな、どうなんだろう。誰か、もう我こそはもう詳しいでございますって方教えてくださいもう天気には自信満々ですって方、いや満々じゃなくてもよかったら。そう、もう私は、僕は天気をもう全て知っておりますって方あ、香港は38、38、え、もうちょっと気温高くなった。お風呂じゃんね。お風呂だそれは。月曜まで28度くらいかなって。あ、え、じゃあ今日と一緒ぐらいってことか。え、半袖、それはもう半袖ですかね。長袖、いや半袖28は長、半袖か、半袖だね。でもさ、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 あの言うてさ、朝夜って寒くないですか。朝夜はなんて言うんですかね、10時頃ぐらいから徐々に暖かくなってくるよね。え、そう、それは困っちゃうんですよ本当にみんな全然天気関係ないのに困っちゃうんですよっていう困っちゃうんですよ本当に。そうじゃあちょっと明日はちょっと半袖を着る予定で考えてみますって言いつつ、長袖着てそう。今日もね、そう、長袖着てたから、長袖着てそう本当に。私が何とかしますって、よろしくお願いしますよろしくお願いします。なんかほんとこの時期って難しいよね、お洋服の組み方、長袖なのか半袖なのかっていうのが。そう、本当に難しい。でさ、しかもさ、ああいうちょっと前、ちょっと前って言ってもまあちょっと前ぐらいにそう断捨離もしてさ、もう今なんかああいう
なんかその時にすごくむやみやたらというか、なんて言ったらいいんだろうな、なんか全然考えずに、あこれ着ないかな、あこれ着るかも、あこれ着ないかもしれないみたいな感じで、そんな感じでやっちゃったものだから、全然なんかなんて言うんですかね、上下トップスボトムスなんかバラバラなものが今残ってて、そうなんか合わないもの同士が結構残ってて、なんかもう最近服の組み方がもう分からなくなってるっていうそう本当に なんか本当に何ヶ月、どのくらい前かな、1ヶ月ぐらいかな、でもそうぐらいの自分になんてことをしてしまったんだっていうことを、もうそうでもなんか言いに行きたい、そう君は何をしてしまったんだってそうもうだから常日頃最近迷ってる、ずっとそんな感じです。そうだからほんと衣替えシーズンが一番困る、そう一番苦手こういう時期、そうだからもう季節のど真ん中がなんだかんだで一番楽だよね一番なんだかんだで楽だなって最近思いました。はい、そんな感じです。以上気温のお話でした。ほんと今日もコロコロ話が変わっちゃう。で皆さん今日はお昼何食べました？お昼ご飯、今日のお昼は何でしたか？さあ、お蕎麦だって、おにぎり、カルボナーラ、麻婆豆腐、オムライス、焼きそば、唐揚げ弁当、スタバの新作、あパンプキンスパイスみたいなやつだよね、だよね。昨日揚げた天ぷら残りを食べ終えました。つけ麺、いいですね今日も今日もいいですねっていういいと思います。牛タン食べましたって、いいな牛タン食べたい、はい、牛タン食べたいなって思い始めて早1ヶ月でもでもね、食べてないわけじゃないの、食べてるの、そう食べたんです、そう食べたんだけど、なんかあ食べたいってなる、なんか今日もあの新しい鍵っていうバラエティ番組、そうさっきやってた、そう見たんですよ。そしたらあのその中で牛タンが出てきて、そう見た方は分かると思うんですけど、出てきて、はっなんだこれは美味しそうと思って、うわーってなった、そうなりました。ね、いいね、でもスタバも飲みたい、暑いと飲みたくなるよね冷たいもの。あでもね今日久しくでもないけどお茶いっぱい飲んでる今日。あれなんかそんなに水分取らない人なんですよ、そうそう本当にあんまり取らない人だから、本当取んない時本当ほぼほぼ取らないぐらいな、そうレベルの取らなさなんですよ、そうほぼほぼ飲まないみたいなぐらいの取らなさなんだけど、今日はねいっぱい飲んでる、えらい
偉いっていう。そう、なんかいっぱい飲んだ日はちゃんと褒める。そう、自分は基本飲まない人なんで。そうそうなんですよ。なんか本当に飲まない時ね、嬉しいかもいってぐらい、そんな感じです。だけど今日はいっぱい飲んだから偉い偉いって、ね、でもみんないいと思います、お昼ご飯いいと思います。聞いた後基本いいですねしか言わない。ちゃってでもでもいいよね、ちゃんと食べてるから。みんなもちゃんと食べてていいねいいと思います。ご飯は大事。でも基本人にいいねしか言わないかも。いいと思うよみたいな、なんかなんかなんて言うんだろうな、ダメダメっていうのがなんて言うんだろうな、あんまり人にダメ言わないし、そう基本なんかもう何でもいいじゃないと思っちゃう人なんですよ。そう基本的に、そう自分に対してはなんか結構そうは思わないんだけど、何でもいいとは思わないけど、自分に対してはそう、人に対して何でもいいダメとは別に思わないので、人に対して、自分に対しては全然思うけど、そう人にあんまり思わないから、そう基本みんないいねなんでさあいうそう基本みんないいねの人間なんだろうな、あんま本当に仲いい人なんて言うんだろうな、マチャリンぐらいにしかダメってあんま言わないかも。そうマチャリンにはダメだよっていう、マチャリン、ひいわたん、そうひわたしのゆいちゃんとマチャリンぐらいかなダメっていうの。そうダメダメってふざけてダメダメ言うぐらいかな、あんま。あとはね、学生時代の友達、小中高の時の友達ぐらいにしか基本言わないかも、ダメとはマチャリンには言います。興味持ってますからってはいね、これね、でも衣装さんともこれ話してて、でも基本ないよねって言われて、そうあの結構その劇場とか、まあ、他でもイベントとかコンサートとかでもお世話になってる方なんですけれども、そう「はいちゃん基本あんま興味ないでしょ」って言われて、でもまあいや立ってるなみたいなのは分かるんですよ。そう別にでも別に何て言うんですかね、人間嫌いとかではないんですけど、全然人間大好き、面白い、なんかみんな違うから面白いんですけれども、なんて言うんですかね、興味ない、深くは関わろうとは思わないけど、そう興味ないことはないんですよけど深く関わろうとはならない。なんて言うんだろうな、なんて言うんだろうね、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろうね、難しいね難しいね。でも基本否定はしない、いいんじゃないぐらい、いいと思う、いいと思うが基本かな。言う、そうだね、そう程よい距離感をね保って生きてく人、なんか踏み込みすぎずにけど踏み込まなすぎずみたいな、なんかそうだからね、多分ね興味ないないでしょうみたいな感じになるんだと思う。そう踏み込みすぎない人かといって、そう別に一歩も踏み込まないわけじゃないし、そうそこはね大丈夫です大丈夫ですっていう、そうそこはね、そう程よい程よい感じのタイプの人間です。
そうでも全然人と喋るの大好きだし、むしろ話してる、そうむしろなんか本当に喋るタイプだと思う。そうそうそう、喋るときはもうとことん喋り尽くす。喋るときはそう、基本多分喋るタイプ、ポケモンみたい草タイプとか喋るタイプですはい、そんな感じです。今日で517日、おめでとうっていっぱい来てる、ありがとうございます。はい、じゃあ今日もランキング発表させていただきます。短い配信ですが本当に申し訳ございませんが、ランキング発表します。13位チーフさん、ありがとうございます。12位カンさん、ありがとうございます。11位ミロさん、ありがとうございます。10位翼欲しいさん、ありがとうございます。9位白うさぎさん、ありがとうございます。8位鏡の中のマリオネットさん、ありがとうございます。7位タンクトップさん、ありがとうございます。6位ナミーさん、ありがとうございます。5位響きちゃん、ありがとうございます。4位カモンさん、ありがとうございます。3位石井哲司さん、ありがとうございます。2位綾乃さん、ありがとうございます。1位人生方向地さん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も配信するのでぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。